い、どうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、こちら牧草チップスチモシーということで、デグーの子が楽しく食べられる、牧草のねチップスをあげていこうかなと思うんですよ。牧草のねポテトチップスをって言いたくなりますでもポテトじゃないから、これ本当に無着色無添加の商品なんですけど、でしかもねこのチップスにするにあたって、まあ固めないといけないじゃないですか、牧草を。でその固めるのに、小麦粉とかが使われてないんですよ。くず粉が使われているんで、なので、グルテンとかもグルテンまあフリーということになりますね。フリーとは歌ってないので、まあ、100% グルテンなんていうか、そのアレルギーのことに関して 100% グルテンフリーだよって言ってるわけではないんですけども、まあそういったものが出にくい素材が使われているという商品になりますね。もう欲しくてたまらないワインダメーからからたまらないから商品の説明がしっかりするのに、しっかりと日本語の説明ができないという、しっかりと日本語を噛んでいく意外とスペイン語とかうまいかもしれないですね。スペイン語というかポルトガル語、韓国かなさあ、おいしそうに食べてますね。いやこれはかわいいね、絵になるな。いやーこの商品見つけた時もこれ絶対買おうと思って、絶対グーにあげたら喜んで食べてくれると思ったら、もう本当に嬉しそうに食べてますね。いやかわいい、最高だな、本当にめちゃくちゃいいですね。これね本当にこのなんていうの、隙間から撮ってるんですけど、かわいいのよこれ小動物がさ、森の中でなんかこういうの見つけて持って食べてたりとかするような背景で撮れたらかわいいよね。いやスタジオに盛り作ろうかなって思っちゃいましたね、ちょっとね。いやでも森でチップスはなんかね、なんか木の実とか、木の実食べるかな、レグーは。レグーはまあ草食なんであれですけど、まあなんかそういう自然のものだったらいいんですけど、チップスになっちゃう。いやでもこれかわいいな。いや本当にくず粉ってさ、なんか最近で言うと美容にもいいなんていう風に言われてたりとかもするので、なんか人間でもね非常になんか注目されてる素材なんですよね。だからそういうちょっとしたなんかこだわった素材が使われてるのもまたすごくいいですよね。うん、でちゃんとねこの子たちが食べれるもので作られてるので、まあそれは当たり前なんですけど、そこがすごくいいよね、こだわりが感じてね。うん、さあ飼い主のお腹の上でチップスタイムですね。いやーポテチってさ本当に美味しいものというか、自分が好きなものとかだったら永遠に食べてられるよね僕はセブンイレブンさんの200円ぐらいするやつ、なんでっけ、岩塩のポテトチップスがあれがめちゃくちゃ好きで、一時期本当に編集中に一袋食べちゃうぐらいの時があって、これは太るなと思って、まあね、ちょっと一時期本当に自分で自制してたことがあるんですけど、皆さんもありますかね、なんかそういう好きなポテトチップス。なんか前にアイスのこと聞いたら本当にね真剣にコメント欄で、私はこれが好きですっていうのをなんかさ、みんなが考えてくれたので、今度ポテトチップスで行こうかな。何が好きかな、
僕はあの堅揚げとかも好きだし、あとピザポテトは高校時代めちゃくちゃハマって食べてましたね。うん、あとなんかね、ちょっと変化球でいくと、まあ、柚子とかを使ったやつあるじゃないですか、たまに。なんかそういう堅揚げでもあったっけ、柚子って。柚子はなかったっけ、あったような気がするけど、そういうのも好きだし、あとじゃあそこで食べるのがめちゃくちゃ、ちょっとお腹かわいいな、飼い主ちょっとお腹ぷくってしてるのがバレたな白い服でなるべくバレないように撮ってるんだけどな、バレたなあとまあこれポテトチップスとは言わないんですけど、あれが好きですね、あのなんだっけ、たこ焼きのやつ、あれなんだっけ、キャベツ太郎か、キャベツ太郎好きですね。もうポテチじゃないんですけど、あれも永遠に食べれますね。うん、最高。あとはプリングルスか、プリングルスも好きだな。うん、ということで動画終わっちゃいそうなので終わりたいと思います。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。よかったらコメント欄にコメントください。ではまた、ありがとうございました。